皆さんこんにちは。アニメシャドーバースで黒羽アリスを演じています小倉優衣です。今日は私演じるアリスが使うネクロマンサークラスのプレイの仕方をご紹介します。フォロワーの怨念が蘇る墓場を活用して相手を追い詰めるネクロマンサー。自分のフォロワーが破壊されることによって様々な能力が働きます。破壊されたカードがたまる墓場を利用して逆転を狙いましょう。絶体絶命から逆転した時の爽快感がたまりません。ぜひネクロマンサーでシャドーバースをプレイしてみてくださいね。バトルシャドーバース。